今回はねこのクラウンです。このクラウンりさこちゃんもなんか乗るみたいなんで、でもねバックがうまくできないんですよ。それにうちの駐車場も狭いんで練習をさせていきます。ペーパードライバーだから駐車が上手くなりたいです。だから今日はバック駐車の練習して上手くなる。あ、いろいろ動画見て勉強したから絶対大丈夫。結構狭く設定してこれ、うん、だから練習する。ペーパードライバー歴10年だから。何今の久しぶり映っちゃった。映画チャンネルたくさん見てるから。ステージを作ったよ。これぐらい余裕だろう。マジで。どうやって入ろう。取ってから つまずいてんじゃん。大丈夫。なんか動画見るとね、大輪車が1メートルぐらいあるから、この反対側のね、こっちを1メートルぐらい開けとくといいって言ってた。車が回るときにこの。ホイールベース的なのをね考慮するといいらしい。もうこれはよくわかんないのでちょっと考えそう。こうやってこう後ろもかけて、ちょっと危ないかもしれない。ちょっと危ない、ちょっとどいて。あっ本当に、怖いのに。こうホイールベース分の半径に従って動くみたいなこと動画で言ってたんだけど、うまく説明できないから割愛します。それで今ちょっとハンドル切るのがきっと遅かったから、違う、早かったから、もうちょっとピッ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 って何分かかってんだろうバックするのに。あ、見えないよ。この時どうしたらいいんだろう。絶対無理だよね。これはどうしたらいいの。ねえちょっとやなんだけども、ちょっと巻き戻そう、巻き戻そうってまた絶対無理、また絶対無理、絶対無理。前後の運動しかしてないよ。前に行って後ろに行っても繰り返ししかしてないよ。さっきからやっと入った。そのままバックして、できた、できた、できた。何分かかった、分かんない、うん、これイオンとかでやったらめっちゃクラクション鳴らされるよ。どこしたらいい、うん、俺がやるよ。バックするよ。ミラー見よ、ミラー。バックの内側で、あのポールに近づけるの、こうやってギリギリまで近づければ外は絶対大丈夫。なんでかっていうと結構右側寄ってたから外輪差で膨らむことはない。そこまで壁に当たることはない。あとはこのポールに近づけながらバックして、あとミラー見たりとか後ろの障害物確認してどうにかなる。わかった、わかった。じゃあ最後にね、俺がどこまでちゃんと、うん、最後にね、うん、俺がどこまでギリギリのバックをできるか。狭くしていいよ、この枠組み。いいよ、ある程度できる、狭くして。入れない、受ける。できるかな。バックします、バックします。さあ、いけるか。まずあの障害物に近づける。
これ一回切り返した方がいいかな、多分。バックモニター軽くチェックしよう、さすがに攻めすぎるか。でもいけるだろう。ここでさ、障害物右にギリギリに寄せればいいだけでしょ、うん、多分いけると思うよ、俺。完璧すぎる。ちょっとこっち幅開けすぎたかな。うん、はい、こんな感じ。何やる？これ？うん。見つけちゃうの？無理だろうね。ちょっとやってみようかな。これからテニスがあるからさ、すごいテニスウェアの格好だけど。そのままそのまま行っちゃい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 。あまりバックモニターをね、使う癖がする、そればっかりというとバック下手くそになるからね、あんまりバックモニターとかね、使ってほしくないよね、個人的には。どうすんの？ハンドル切れば。ハンドル切らないと。ハンドル切らないと。おいおい、ズルしたよね。近いからね。まあどうせこの軽乗ってもらうからいいよ。あなたはクラウン乗せません。運転させません。このダメですって言うてもね、あれからちょくちょく運転を練習させてました。さあできるか。木瀬間駐車場に入れられることはできるでしょうか。できるか。まさかの意外とできるパターンじゃない。まあこの辺で。おお、はい、降りてみて自分で。どう？まだまだなのよ、まだまだなの。これぐらいもっとガッて攻めないと車庫がね入らない。クラウン長い。うちの車庫が激狭っていう理由はね、まあ横にもね狭いんだけども、縦が問題なんだよ。車が長すぎて収まりきらないっていうのが一番の問題で、ほんとギリギリにしないと入らないんだよね。でもまあ今回ねたくさん練習したんでね、バックが多少なりともうまくなってよかった。